お元気ですか？谷村新司です。気ままな一人語りラジテレです。実は谷村、最近食べるコーヒーにハマっております。食べるコーヒーって何だろう？そう、コーヒーゼリーです。その甘さとほろ苦さ、いいんですよね。ちょっと心安らぐ時間を過ごしている毎日です。さあ、それでは今日もゆったりと始めてまいりましょうか。コーヒーでも飲みながら、お茶でも飲みながら、お水でも飲みながら、大好きなものを飲みながら、谷村とゆっくり始めてまいりましょう。ラジテレスタートです。さて、今回のテーマはリズムとテンポです。時代の流れとともに心地いいリズムっていうのは変化を続けております。音楽の世界でもそうです。谷村たちが音楽を始めた70年代以前っていうのは、だいたい気持ちいいのが4ビート、それから、我々70年代になってくると8ビートになって、そして2000年を超える今は16ビート、これが主流というふうになってますね。あなたが歌を聴いていた時に無条件に、あ、心地いいなと感じるのが実はあなたのテンポ感です。これはもう時代のスピード感とともにどん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 変化していくと思いますね。速く走るのが心地いいって感じる人もいれば、ゆったりと歩くのが心地いいっていう人もいます。その違いは、その人が持っているリズムとテンポ感の違い、どっちが良い悪いじゃなくて、自分はこれが気持ちいいなという、そのあなたのテンポです。だからちょっと考えてみると分かるんですけども、近いリズムを持ってる人と喋ってると楽なんですよね。なんか心地いいな、この人といると。これはこのテンポ感が合ってるっていうことが大きな要因だと思います。気が合うなとか、馬が合うなって、そういうふうに感じる相手は、だいたい自分と同じテンポ感、リズム感を持ってるっていう人が多いような気がしますね。違うリズムのリズムとテンポの人と一緒にいると、こちら側が例えばあまりにもこう合わせようとする相手のテンポに、そうすると体の調子が崩れてしまうっていうことも起こってきます。だからくれぐれも無理はしないようにいければいいかなと思っております。